これちなみにアルファでコバ道場をやってきたんですけど、7-3 ぐらいで負けました。やっぱね、ガン待ちしたくないんだけど、それ以外の方法で勝てっかなと思っていろいろ試してたんですけど、まあ結局ガン待ちして、まあどこで読み合い仕掛けるかってところの勝負になっちゃうかなっていうのは、立ち回りがどうしても不利になっちゃうんで、逆にカインは立ち回りがかなり楽だと。まずは TOP をお互い先頭、ゲージを溜め合う NC。 この NC の間合いですね、この間合いでうろうろしてて差し込むのがやっぱコバさんすごい上手なんですよね。さあお互い1ゲージできる。正直カインはこれ TOP 先頭っていいのかな。グラント側もそんなに突っ込んだ攻めしてこないから、どうしてもあのセットプレイからのまあやつにシュトゥース生かしたいっていうところなんでしょうけど、さあここで読んでいた、しかし届かない、しかし減らねえなおい。まああの技で減られても困るんだけど。さあそこで会員側の TOP が切れてしまって、ダッシュ A、 シャガー A、 円月輪、尋常じゃねえ減りたなこれ。さあこうなるともうグラントはゲージを貯めて次のラウンドと、まあもちろんカインにはまあアーテムっていう強調陣に対抗する技があるんですけど、まあこの時間帯じゃ使わねえなと、使ったところで大して減らないし。さあお互い B パワー、このラウンドはまあ逆に言えばカインはさっさとセットプレイを駆使してグラントの TOP をなくしつつ倒したい、で残りのラウンド時間をがっつり使いたいといったところで、ダッシュ A から再びエンゲズリン、こうなると途端に厳しい。 TOP がなくなるっていうのがね、カイン側は結構致命的なんだよね。さあ円月輪が再び入る、これでほぼパーフェクトですね。コバグラントの勝利です。あれペンがねえな、ペンがないんですけど、じゃあ次ですね、シゲルリクエストガトー対ティファニーマルコお願いします。まあレデンさんとも先週ちょっとレデン道場やってもらって、ガトーよりもテリーの方がきつかった。まあレデンさんのガトーは強い部分を押し付ける、まあある意味正しい形なんですね。はい、台車通りますよ、道上げてください、台車通りますよ。さあここでマルコガが TOP 消すが、フーガが待ってる、この技が強いんですよね。さあ小ジャンプを駆使して攻め立てる、狂ったように小ジャンプしてんな。さあ中段なんぞは見てから龍がと、たすきまか。さあ1本目はレデンガート、さあ DOP アタックは後方で変わるが、そっレデンさんほとんどゲージタイム行わないですね、今やりましたけど。あ、台車通ります、道上げてください、台車通りますよ。さあこの体力状況は、マルコが遊びきて、ここで自力はガードするが安い。ジャストしたかったですね、ジャストガーキャン。さあ、こうなる、支援疾風逆から、思い切りのいいぶっ放し、しかもカウンターしたのです。あてに見てから余裕でしたと、レデンさんから言葉がありました。勝ったのはシゲルリクエスト、レデンさんですね。ん？何が？ああ、京都の大会？来週。3連休の中日。なんか期待してる？お土産期待して。さあ、ワンピーガーが警備さんの前から、TOP 先頭配置。ガトーに対してかなり思い切った戦略とは思います。ガトー、まあ、1ラウンド目は当然ゲージじゃないんですけど、2ラウンド目当然1ゲージ持って始まるということはかなり高いキャラクターですね。そしてゼロ牙確定ポイントがかなり多いので、一発ゼロ牙が当たってしまうと即 TOP 終了ということになりやすい。さあここで、対空極限誤報。ノーマルジャンプだったが、ジャストディフェンスはできず、ここでガーキャンライガー。画面端、中段はまずしっかりガード。パーツキバー、今度はナントさんがしっかり見ていた。
なんとかとか画面端に押し込んで、極限後方冷静にガード、最後は D 投げ。いや、今、ゼロ回線なんかこっち。さあ、ラウンド2、1ラウンド目は何とかとか取っている。さあ、開幕、カラージャンプから投げ。上段払いで移動しつつゲージを貯める極限の子。さあ、なんとさんは貢献での牽制を警戒しつつ、要所で、これですね。ガーキャン、フーガ、コーガで、牽制とゲージ攻め。タツキバー相手の飛びをしっかり見ている。これは、おっとキャンセル波動が出なかった。通行のミス。極みマルコ、ゲージがないガトーに対して一気に詰めていく。ガンガン被せて、ライが使ったところはしっかり3段。さあゲージを使わず、極みマルコを取り返してファイナルラウンド。そして TOB、ガトーゲージがない。これは今攻め時。ここで溜めていた古戦客レア技、相打ち OK、中段からリュウコランベが出なかった。からの潜在極限後方でフィニッシュ。勝利したのは極みマルコ。あ、ありがとう。じゃあ、0回戦最後の試合ですね。極みさんのところに丸を。はい。CBA ロック VS R 北斗丸。あー、でも、和田くんがロック使った時には、北斗丸相手することがかなり少ないか。この、北斗丸ロックの組み合わせ。あ、和田くん、了解了解。どんな感じですか？ああ、どれだけロックが北斗丸の動きに対応できるかがポイントになってくるということで。じゃあちょっと受け身になりがち。まあ当然ね、通常技が弱くて、北斗丸にスラ対空と空投げがあるから、そうなりがちか。ああ、なるほど。北斗丸を動かさないといけないと。さあ、これ竜巻使ってしまう。しかし、追撃、というか反撃ですね。これを見せてしまった。あ、北斗丸、なるほど。ガーキャン潰しを持っている。まあ、ロックというのは、ゲージ技でない限り、必殺技の発射遅いですからね。さあ、R 北斗丸、押し込んでいく。さあ、ハード1ヒットして、サイドロック的にはほぼ5分になった。スライディングで逃げ出して、さあ、距離を取る。これは、どうしゃいんなくれない。どうなるこの対決。ジャストからスライディング、まさかの下段が飛んできた。1ラウンド目、R ホークトマル。ラウンド2。さあ、着地硬直狙った小足はジャストされる。さあ、小ジャンプを効果的に使って、固めて画面端に押し込む。これは空投げ仕込み。小ジャンプ C コンビネーションジャンプだと、まあ、勝手に空中投げばれてくれるんですよね。勝ち合った時に。これが強い。なるほど。北斗丸が小ジャンプ C を多用するのであれば、録画としては、まあ、ライジング立ってるで落としたいところといったところ。さあ、ここの空投げ。これがきつい。最後は潜在でフィニッシュ。勝利したのは R 北斗丸。さあ、お待たせ。これで1回戦に突入しますね。1回戦第1試合が俺と、宴の準備じゃジェフン。